152cm です。ミサが66ぐらいは。あで俺が183だから。でかいでかいですけどそれは。で佐藤も入れてますね、顔が小さいのに背が高くてザ・モデルさん。あそうか、佐藤も憧れる。いやもう本当に顔が小さくて、普通身長高いと顔って育つ。誰のだよ誰のこと言ってんだお前。誰見て言ってくれてんだよ。大胆にいじるようになってきたじゃないか。やるようになったなお前普通まあそういうタイプもね、うん、これがどうハブ何センチだっけ。71です。ハブもでちょっとじゃあハブ間入って。おおすごいな。やっぱそう考えると。何してる何してる。でかい人来た。でかいおじさん来た。でかっ。家族だね。お父さんお母さん娘。そして名物のホットバタービールも堪能。やっぱり仕事の後の一杯はビールだよな。飲む？かわいい。あーかわいい。優勝。小林か。確かに女優デビューもね。女優業にねやっぱりね。でもない泣きやったことないので。泣きのポンポンという場合ですね。ほらもう口が今小さな声で殺すって言ってる。それは言ってない。さあそして2期生はダンボール半年ぐらいほったらかしでさ、あの辺でも散らかってる。ダンボールがあるだけで、うん、別に服を粗末にしてるわけではないです。何を言う何を言うOL みたいな絡み。なんだ何よあんた。これリサ、はい、リサがまたちょっと違うんですけども、うん、こちらテレビのボリュームは5の倍数にしたくなる。え5、10、15、20、25ってこと。基本で見てるときは10で、うん、寝るときは5で、小さいなってときは20とか、なんか17とかがすごい嫌。それ何なんだろう、何なんだろうね。だってさ、感覚だからね。あの下のさ、その数字出るやつなんてさ、ちょっともう時間だったら消えちゃうじゃない、うん、もう関係なくない。そしたらなんか5で聞いてるとか10だとか。もう全然テレビに集中してないじゃん。あ、今5だ、心地いい、5だわ。他はなんかないの。そのなんかコンビニってこう並んでるじゃないですか、うん、それが一個誰かが取るとそこだけボコって下がってるのをちょっと前にしたくなる。分かる。お蕎麦がだからうどんだから奥にあって、絶対これ見えないんじゃないと思ってる。気にするバイトがやればいいけど。やる、はいはい、なんか前出すね。今のとかは共感できるメンバーいる。あ、ヨネさん、ヨネさんぽいわぽいわ。ヨネさんそうか。洗濯機の上に置いてる洗剤をちゃん洗剤とかちゃんとあの向きとか決まってるんですよ。ね、面をこっちにね。こっち面をこっちにしたい。あ、逆にその何もこだわりがないメンバーはいいんだ。めちゃくちゃ残りの人たちはみんなそうでしょ。もうバックもどこに入れてもいいんでしょ。そうか、まあ、バックだったねもうね。お関がすっげえうなずいてるんだけど。そうか、しまえれば何でもいい。いやだよ、あのことは結婚できない。シャンプーは、シャンプーとかリンスは。シャンプーリンスがいろんなところに置いてありますもん。やばい。たまにそのなんだろう、温まりながら洗いたい時があって、寒くて冬とか、使いやすいとこに置いてある。湯船使って、ね、この汚れ、この泡入っちゃうじゃん湯船。頭はちゃんと浴槽浴槽の外に出して洗う。うわやだわそれ、すげえやだ。あ、そう、あ、シャンプーとリンスとかめんどくさい時、え、最初から混ぜるんだっけ。それ効果が違う。それだって泡立たなくなんない。そう、違う、本当に疲れて、ちっちゃい頃やってたわ、なんかそういうの本当に疲れて、風呂も無理っていう時にもうシャシャシャって全然汚れも落ちてないし、潤いも与えてないんじゃない。相殺されてるよシャンプーとリンスは。君のハートにレボリューション。おい急だな、急だな。これだけできる、急だね。レボリューションできるのね。これだけは大きな声出すけど。あ、そう、うん、好きな食べ物は。お肉。あ、ちっちゃいね、これね。かっこいいですね。君のハートにレボリューション。すごいな。これだけは、まあ、これ鍛えられてる、これだけはいける。あ、そう、うんちゃかちゃかちゃか。
ピーン。ああ、これは小さい。これは小さい。ここは小さい。ここはダメ。いや、できんのがすげえなと思って。ピーンできんの。さあ、で、モリアと。はい、モリアさんも行ったことあるんですけど、他にも加藤さんと、あと石森さんと渡辺梨沙さんの確かに行ったことある。あ、行ったことあるんだ。そんなに行くの。はい。本当に好きだから、はい、もう。モリア、覚えてる？あ、はい。うん、覚えてます。嘘じゃない、嘘が下手だ。モリアとどんな会話はした？あ、そう、あの、その会話が、うん、なんかどうしてそんなに綺麗なんですかって聞いたんです。そしたら努力だよって。そんなことないとか言わない。そんな私、そんなことないって。綺麗なの全部飲み込んだ上で努力だよ。すごいな、あいついずれ SK2 の CM とかやるんだよ。努力だよ。だってそんなことないよって言ったら話終わりじゃないですか。多分その奥を聞きたいんだろうなってことじゃないですか。でもそんな森谷さんが俺のこと美のカリスマだと思ってるからね。そうですね、うん、その師匠が、師匠はここだからね。土原のりかさんね。結局土原のりかさんはちゃんと行き着く先は土原のりかさん。敬ってね。あ、はじめまして。あ、ソーリーソーリーソーリーカモン。ほら、2期生のみんなもハーブさん来たから挨拶して。こんにちは。こんにちはなんだ、そこは。ハーブさん、どうぞ、お座りください。こんにちはなんだ。ハーブさんって国籍どこなんですか？あ、ジャパニーズ。え？さっき番組の時後ろにアメリカの国旗ありましたけども、オープニング正常期から始まってましたけど。あ、じゃあ、ジャパンとアメリカのハーフです。あ、そうなんだ。お父さんが？お父さんがアメリカ人ね。お父さんの名前は？にゃりです。にゃりにに小さいにゃりり、にゃり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 なの。え、にゃり。人の名前でにゃりにゃり。アメリカでしょ。フルネームはハブにゃり。私ハブにゃりと申します。ハブニャリ。私、吉根京子さんに似てるって言われたことがあるんですよ、何回か。お前どこに向かってんの、お前は。お前山田邦子の後に何を言い出すんだ。吉根の顔の雰囲気どう。本当に申し訳ないんですけど、いや、おこがましいんですけど、グループ内でそう並んでるじゃん。メンバーにはラクダに似てるって言われて。吉根なの、ラクダに似てる女がお前。私間接的にラクダ言われてます。くっしゃ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 。すいません、唇負けながら。今回何教えてるんですか。ラクダのレクチャーはいいですよ。ジェジュンは、僕はあのジェジュン。隠し撮りどの部分だろう。寝てる時の正解は、あの寝顔を撮りました。隠し撮りしたよね、ってことは正解だね。今ので正解だ。怖い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 。正解。今見せてたの見てましたよ。怖い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 。今の西岡澄子って準備したのね。なんでそれ、なんでそれ今のタイミングで見せるんですか。西岡澄子だよ。ただ次はもう、いや普通に間違えましたね。いや次正解してると思うんですよ。リカが寝ると一緒に今一番行きたい場所はどこ。アイスランド。それ言ってないでしょ。でもあっちだ。やっぱさっきオーロラっていう時に、あ、これひょっとしたらアイスランドのことかな。オーロラがもしかしてアイスランドかもしれないですけど、アイスランドのことをオーロラとも言います。言わないよ、間違えてる。それそう言わないよ。理科でしょこれ、クイズ出したの。アイスランドでオーロラ見れるの。うん、喋れよ、なんだよ。アイスランドでしょ。正解です。正解なの。正解ですね。ということは 1,2,3,4 今5問正解ってこと。あとちょっとですよ。これはもうだって何も、最後は鈴本の最近の計画が収録中、鈴本はネルにビクビクしてました。それはなぜは、うん、なんだろう、分かんないってもう言ってたもんね、最後ね。分かりました。はい、鈴本、何が、はい、こうすぐ触っちゃうから、うん、ミューちゃんのこと触っちゃうから、うんうん、ミューちゃんがこっち側を怪我してたから触られると思ってビクビクしてた、うん、ちょっと待って、じゃあ鈴本に正解聞いてみなきゃわからないんじゃない。これも正解です。あ、正解。はい、え、そうです。そういうじゃないですよ、散々見せてるじゃない。いいのかクイズ女王がこんな正解の仕方で。二度と呼ばれないぞミラクル9とか。いや、俺だけこんなズルしてんだもん。俺こんな見せない、ずっとは西岡澄子。何回言って見せてんだ西岡澄子の。ここ西岡澄子だ。えらい気に入ってんだ。来年はこの後謝ろう。
そんな。ほらもう上村に謝る。みんなみんなに。みんなにも謝るか。すいませんでした。すいませんでした。許してもらえる？リサこれでちょっと大丈夫、ね、大丈夫ね、大丈夫ね、優しいから、ね、リサの大丈夫一番怖いから、ね、大丈夫、大丈夫っつってますから僕も嫌だ。皆さんも夢を歌いましょう。 NHK なんで。内村さん、夢が叶ってよかったですね。うん、素晴らしい。他人事じゃねえか。さあ続いてに参りましょう。数々のヒット曲で私たちに夢を届けてくださいました平尾昌晃さんの名曲をお届けします。